皆さんこんにちは、スマシ TV です。今人気絶頂で衰えることのない勢いのスノーマン目黒蓮さん、その快進撃が未だに止まりません。そして目黒さんと並び絶大な人気で注目のナンバーアイの平野紫耀さん、日本の CM 界を席巻する二大イケメンの関係、その快進撃について調査しまとめてみました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。3月7日、故ジャニー喜多川氏による性加害問題の影響で旧ジャニーズ事務所のタレントの広告起用をストップしていたキリンホールディングスが目黒さんと直接契約を結ぶ形でキリン午後の紅茶 CM への起用を継続し、新商品の CM にも起用する予定だと発表しました。キリンホールディングスは問題に直接関与のないタレントに活躍の機会が与えられないことはタレントの人権を尊重する観点で悪い影響があるとの考えを示し、起用に踏み切ったといいます。この発表に目黒蓮がトレンド入り。 SNS ではファンを中心に直接契約とかキリンさん行きやん、さあ午後 T とキリンのビール買いに行くか、キリンのこの表明に続く会社がたくさん出てきますようになどと喜びの声が上がっていた。そして3月18日から目黒さんが出演するビールの CM が放送されました。 CM は爽やかなブルーの背景をバックに、キリンビールからスタンダードビールの新ブランドとしては17年ぶりの発売となる新ビールの一部を公開しました。目黒さん、内村光良さん、天海祐希さん、今田美桜さんがそれぞれナレーションを担当し、内村さんは今田さんと、天海さんは目黒さんと隠された商品名について掛け合う内容、4人は爽やかな表情でそれぞれ新しいビールを楽しむ。しかし背景に書かれた商品名はなかなか見えない。内村さんは隠された商品名に対し、言っちゃダメですか、一文字くらいいいんじゃないですかとナレーションとやり取りを繰り広げます。天海さんは身体全体を使って背景に書かれた商品名の一部を必死に隠す。目黒さんは言いますよ僕と早く言いたくてたまらない様子で、その後口パクで商品名を発し思わず笑ってしまう。今田さんは美味しそうに新商品を飲んだ後、商品名を伝えたいナレーションに対しまだ内緒といたずらな表情を見せ、最後には大きく手を広げて内緒と叫ぶシーンも。また本 CM の楽曲には爽やかな季節の風を感じさせるザ・ブームの風になりたいをリメイク起用しています。商品名を明かさない新しいスタイルの CM となっています。なお商品名は3月26日以降に発表されるそうです。目黒さんは2月1日、日本人男性として初めて高級ブランドフェンディのジャパンブランドアンバサダーに就任しました。2022年10月期に放送されたドラマサイレントの出演を機に大ブレイクした目黒さんですが、その人気は所属するスノーマンにも波及しているようです。旧ジャニーズ事務所のタレントが出演する番組が相次いで終了する中、グループの冠番組それスノーマンに痩せてください TBS 系は4月以降も放送が継続するなど事務所の顔となりつつあると言っても過言ではありませんと芸能記者は語ります。一方そんな目黒さんとつい比べられてしまう存在が、ジャニーズ事務所を退所したナンバーアイのメンバー平野紫耀さんでしょう。平野さんは1月5日ルイ・ヴィトンとパートナーシップを結び、その後にイヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任しました。2月16日にミュージックステーション内で放送されたデジタルハリウッド大学の CM にも出演し、たった一度しか放送されなかったにもかかわらずトレンド入りするなど大きな話題となりました。またサントリーの CM にも起用されています。今や日本の CM 界を代表するイケメンともいえる2人ですが、プライベートでは仲が良いことで知られています。2023年5月19日に放送されたミュージックステーションで共演した際、目黒さんは
翔ちゃんの主演舞台に出させてもらった時に、翔ちゃんの楽屋で座布団敷いて一緒に寝てた、気づいたら仲良くなってたと話していました。また平野さんも一個先輩なんですけど、同い年、めぐちゃん家に行って星を見たり、ロマンティックな過ごし方と明かし、目黒さんもまた見ようねと応じていました。3月14日から17日まで、滝沢秀明氏によるエンターテインメント会社 2B のオールスターライブ2ヒーローズ2B ファーストスーパーライブが東京ドームにて開催されたのはご存知でしょう。大盛況に終わった2ヒーローズでしたが、ナンバーアイの平野さんがステージを降りる際の一言に感動の声が広がっています。17日のドームライブ2ヒーローズのラストは、出演アーティストが一組ずつ客席にお礼の言葉を言ってステージを去るというものでした。その鳥がナンバーアイでした。平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人が声を揃えて、ありがとうございました、俺たちがナンバーアイでしたと言ってから、最後に平野さんがメッセージを伝えたんです。平野さんは去り際、客席に向かって死ぬなよと言い放ったのです。実はこの言葉は平野さんがずっと使い続けてきたものでした。彼には自分が関わった人はなるべく死なないでほしいという強い思いがあり、平野さんがキング&プリンスに所属していた頃からコンサートで使い続けていた言葉が死ぬなよだったのです。しかし、平野さんがキンプリを脱退する前、最後のライブだったメイドインでは使われなかったんです。振り替え公演を除くと、最終日は2022年10月16日にマリンメッセ福岡でのものでしたが、そこで平野さんは死ぬなよではなく元気でねと言い残してステージを去ったんです。異例のことに、ファンは何かあったのかとなっていましたが、約3週間後の11月4日に平野さん、岸さん、神宮寺さんの脱退と退所が発表されたんですよね。キンプリの脱退発表時も辛そうな表情を浮かべていた平野さんが、今回のライブ2ヒーローズでは幸せそうな表情を浮かべて、いつもの挨拶も戻ってきたというわけです。そのキンプリの最後とは違う姿は、Amazon プライムビデオで生配信されていたため、従来のライブ以上に大きな注目を集め、あの日元気でねって去った平野翔が、今日全世界の配信で死ぬなよって少し笑った顔で去ってった、泣いてる、また戻ってきたんだよ平野翔が、またねじゃないんだよ、元気でねじゃないの、もうどれだけ嬉しいか。翔さん自身が死ぬなよを覚えていた事実と、それを最終日まで撮っておいて会場と配信のその先に向かって言い放ったの、本当に平野翔って感じで、もうといった声が X に殺到、感動の声が SNS ネットにあふれました。そしてキリンホールディングスと直接契約を結んだ目黒さん、キリンがスマイルアップのタレントと直接契約するのは目黒さんが初めてです。これで目黒さんは内定している7月期のフジテレビ系月9ドラマの主演に向けて障壁が一つなくなり、初の大役に弾みがついた形になりました。演じるのは初挑戦のシングルファーザー役で調整されているそうです。目黒さんは7月期の月9の主演に浮上しています。ただ一連の問題で制作サイドは推移を慎重に見守っていた。目黒さんが有名企業の直接契約を取り付けたことで制作が一気に進みます。目黒さんにとっては初の月9で主演に抜擢されることになります。演じるのはシングルファーザー役で調整されています。自身にとって初の役どころです。目黒さんがキリンと直接契約を結んだことは、自身の月9でのスポンサー獲得にも好影響を及ぼすことになるでしょう。目黒さんの月9のスポンサーに空きがあれば、キリンは即座に手を挙げるでしょう。今人気の渦中にある平野さんと目黒さん、事務所を飛び出したものと残ったもの、お互い切磋琢磨して今後も大いに活躍しそうですね。これからも目が離せない2人を追っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ぜひ
チャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。